今週も始まりました沖縄メディア研究会プレゼンツうち名前の時間ですここからは私たちにお付き合いください今週のパーソナリティも私黒ちゃんと鈴ちゃんでお送りいたしますはいそして今週はなんと沖縄のメディア研究会からゲストの方が来てくれています、はい、自己紹介の方お願いしますイイはい、えー、沖縄大学メディア研究会所属の、えー、沖縄大学三年児照谷和樹と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします はい、fm こざではユーストリームとツイキャスで映像と音声の配信をしています、はい、メールアドレスは7 6 1ク f m こざ .jp ファックスは0989348653ですまた fm こざのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください改、はい、いました本日もよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはい照屋和樹くんが来てくれました、はい、いらっしゃいませいらっしゃいませ <laughs> <laughs> えっとですねあだ名はテルキーです テルキーさんですよ。テルキーさんと僕はなかなか古い仲ですね。結構長いですね、付き合いとしては。どんくらいだっけ、1年ぐらいちょうど、もうちょいあるか。そうだね、1年半年ぐらい。結構そうだね、あるね、あるね、1年半ぐらいか、なかなか仲良しで、今年からメディア研究会をね、スズと一緒にジョインしてやってる立場なので、仲良く。 <laughs> まあ、よろしくお願いいたします、はい、音楽を流しているうちにアイスブレイクをしてもらえれば <laughs> 早速一曲参りたいと思います <laughs>、はい、準備はよろしいでしょうかはい。今週はミスターチルドレンでいきます、はい、ミスターチルドレンで旅立ちの歌 はい、FM 小座からうち名前をお届けしております鈴ちゃんと黒ちゃんとてるきですいえーい何それごめんなさい当たらすぎ、初めて聞いたはい、でははい。またまた始まってしまいましたがしまいましたがはい、では先に最初のコーナー恒例の行ってみましょうお願いしますじゃあエコーツはい。 私の一週間コーナー、はいこのコーナーはですね、はい、私たちの一週間思い出に残っていることをお互いに話し合う、うん、なんて言ったらいいのこれ、こ紹介し合うコーナーですね、ーーすはい、はい、では、つちゃんどうぞ先に、に <laughs> 私はえー、っととりあえず今大学がですね、うん、もう終わ 終わりに差し掛かってるので前期そうだね前期終了時期前期ははいもうあと一回で授業終わりっていう期間なのでまあレポートやら課題やらに追い込まれてまあ死にそうな一週間を過ごしておりましたがなるほどなのでもうこれと言って思い出はありません本当になんでよシーティーは飲みに行ったぐらいですかね一日だけなるほどねはい楽しかったです酒に溺れたってことでいいですかおい言い方なるほど。

最近最近楽しかったことああでも最近でもあれかなあのどうだ物質とかね最近結構友達で誕生日の人が多くてそうなんですそうそうそうそそう誕生日会とかやったり祝ったりとかそう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 部室かいたわけよ偶然いたの偶然いた全然知らない人の誕生日は何の部室ですかえっと「国馬555」つって生徒会みたいな感じのやつ今やっててそれの部室があってまあそこでそうそうそう有名ですよね あのサークルは本当におきれいを支えてるっていう感じですこっちもそれが僕の一週間が二人とは対照的で遊んでばっかですすみませんまあまあまあ終わったから4年生にもなると僕は一二三年コツコツ努力してたんで残り単位もたったの二単位なんですよねゼミだけとゼミにテスト存在しませんとでですね二日前に半大生が遊びに来てて大阪大学のこのね ババカカ優優秀秀なななののかかすごいね頭のいい大学の方々が就活で知り合った子らが遊びに来てて男一人と女三人で遊びに来てて一緒に案内するぜっつって一緒に飲んでとかこの2日間ね波の上でバーベキューしたりとか夜9時に海で泳いだりとかそん感じまで星見たりとか青春してきて本当に案内する予定が僕が一番楽しんでたんじゃないかなってぐらい本当に楽しい時間だったなって思って。就活が ま時期的に終わってくるじゃないですか。んみんな終わってくると旅行とかするじゃないですか。うんうん、そうなってくるとまあ第一候補に沖縄ってすごい入ってくるんですよね。うんうん、僕が就活友達に会いに行かなくてもみんなが来てくれるから、そう<ー>ステイしてるだけでね、いろんな友達と再び会話見えて楽しい時間を過ごして。えー いいなね、でもその前にね、うん、大阪大学の子2人が遊びに来る前にはその愛媛大学の就活仲間が2人遊びに来てくれてて、うん、屋台村で飲み歩きして歩いてそ、うん、そうそう,そう朝まで飲んでその後ね、うん、エンカレッジのコアメンバーと連絡して会ってさ近くにいてあの松山のシダックスに行ってさ。 で、延長でお願いします、延長でお願いしますって楽しすぎてずっと延長してて。<laughs> で、朝6時ぐらいになって、よし、帰るかってみんなで帰ろうとしたら、お会計3万円です。3万円 <laughs> !3 万円 !3 万円やば,やばかったね。もうあんな遊びはしない。<laughs> すごい反省してるするはいはねいはい、はい。 まあでもすごい、僕は楽しい一週間過ごしていました。すいや、でも、なんかインスタのストーリーでもめっちゃ楽しんでたから、いやすごい楽しかったわ。と思いながら、パソコンに向かって、こっちは。でもね、エンカレッジのイベントもあったじゃないですか、あれが終わってちょっとね、やり詰まってたことがすっきりしちゃって、バって、はじけすぎちゃいましたね、少し。楽しかったですごい 自分もそのイベントに参加したんですけど。あ、そうなんですね。かなり楽しかったですよ。よかった、そう言ってもらえると。本当にお疲れ様でした。テルキはどれだけ来いと言っても来ないんですよ。申し訳ございませ言ってが合わなかったらしくてね。はいはいはい。次回はぜひ。一緒に参加しましょう。ぜひお願いします。はい。では。私の一週間コーナー。以上でしたこれにて。終わり。はい、終わり。ゆる終わり方。こんなゆるい七十初 はい。では、今日は、和ずさんが、セルキーさんが、セルキーがね、はい。ゲストで来られてますので、よろしくお願いします。もう一度拍手をお願いいたします、皆さん。ありがとうございます。となれば、あのコーナーしかないですね。ないでしょう。はい。今日は、今日のは何の日コーナーも省いて。省こう。もういいわ、お前は。もうらないそんなの、ネタがない日のコーナーだから、あれ。はい。ぽい。はい。今日は盛りたくさんでね、はい。お届けいたしますので、はい。もうあのコーナーしかないでしょう。では、お願いします。はい。じゃあ、もう一回、効果わけを。はい。 教えてゲストコーナーテルキーバージョンテルキーバージョンールキーバージョンはい。はい、もう。せっかくね、テルキーが遊びに来てくれたので。はい。というかね、この先彼はね、はい。まあね、その僕の後を引き継いでくれるんじゃないかなと思ってるんで。あ、いうだ、何の何の何を新メンバーって呼んじゃっていいんじゃないかなと思ってます。はい。ラジオのね。ということで、そんなテルキー君を、はい。掘り掘り。 掘り起こしていいくコーーナですはまずこのコーナーはですね、金城のイベント紹介や、あその時あ違うね、ゲストを紹介するコーナーですが、まず、何聞きますそうだね、僕らは割と知り合ってるからね、お互い分かり合ってるから、なんか、すずがてるきーに質問していく、で、俺が横からちゃちゃを入れるみたいな時間にしようかな。そうだね。お互いの初対面から語ってみてよ。 今パってあってさ。今？どうなの？今？今もまだあって。本当にもう今20分ぐらいですけど。そうそうだからネパール人みたいなと思って誰がネパール人やね。誰がネパール人や。そうそうそう。音声しか聞こえてない方はね、分かんないかもしれないんですけど。はい。ベキの王道ネタなんですよ。あ、そうなんですね。はいはいはい。まあまあま自分から申し上げますと、自分はなんだろう。 結構大学内で見ることが多くてですね。うんうん、あの歩いてるテルキーさんを見たりやら、まあ、<ー>去年の沖大祭の実行委員長もされてたので、なんかよく見てたんですけど、うん、ストーカーってことですね。すいません、すみません。紹、は、介、い、がないようになんですけど、まあ、ちらって一秒ぐらいですよ。ちらって見るぐらいですけど、<laughs> はい、まあ、さっき初めて話しした印象は。うん わ実行委員長しななんだろうしっかり感が半端なくてなんか話をリードしてくれました自分がなんかちょっと恥ずかしかったんですけど緊張してて話するのが「これはどういうコーナーなんですか?」とか「これはどうやって組み合わせたんですか?」とか話結構してくれたんで。

てるきはどうですかすずちゃんの第一印象でも俺もあの、はい、学校では多分見かけたことはないんだけどうこの亮太の SNS とかで結構一緒にやってるっていうのは知ってて、ね、それでどういう人なのかなってずっと気になってたんだですけどさっき会った時も45分前に来てたわけよ。 そううそそれで結構しっかりしてる子なんだなって思っててごめんねギリギリでいやいやそこは違うけどそうそうそうでまあちょっと話してみても結構なんかしっかりしてるなって俺もだからどっちかって言ったら印象とっても良かったですよん。 なるほど、じゃあ初対面ネパール人ってことで。一言も言ってないですね。あ、まあ、確かにね、間違いない、どっちもいい人。それは言える。ありがとうございます。中立の立場として。すげえ求め方。ね、ね、俺の初対面は。俺らもやろうよ。そう、両太の初対面は多分鈴もわかると思うけど。まあ、どっちかっていうと、やっぱその。上手だ、け日。トークがね。うん、だから、話上手だなってイメージで。やっぱ、なんか初対面だったんだけど、全然その。

いい人みんないい人弱い弱い人人いいいいねいいね素晴らしい番組じゃないですか俺がいい人に至るまでにはねそのプロセスが絶対あってまずパッて見たらチャラいって思われるああただのチャラをって思われてでも話せば話すうちにあれこいつ見た目だけ仲もいい人だなみたいなねそこで放置してくれるみたいなそうだから初対面チャラいって言われる可能性は80%ぐらいめっちゃ高い 非常に高いでもどうなのチャラいって言われたら逆になんか嫌なのそれともなんかいやどどうなのどういう…あんまいい気分ではないではあった昔は、えー、なんか一時期は本気で悩んでて、うん、チャラいって言われるのであれおかしいなと思って。うん でまあ教授とかに話を聞くとまあ、顔立ちがチャラいからどうしようもないって言われて、うん、顔もう整形するしかないと <laughs> <laughs> なんかまあ諦めた <laughs> もう嫌だ、本気で知ってくれる人だけど仲良くなろうって感じでだからもう今は全然あとチャラい先輩に相談したらお前は地味とチャラいどっちがいいんだって言われて。 その択しかない地味なやつはチャラくはなれないぞって結局何かしら元がいいやつしかチャラくなれないんだぞってチャラい人が言ってたからまあナルシストな人だなと思いながら話を聞いてたけどまあもう開き直ったかなそうそうそうって感じでいやいいっすよねんか第一印象もそれでよくなってるしんかおしゃれっていう第一印象が自分の周りの人には多くておいいっすねんかラジオ一緒にやってる人めっちゃおしゃれじゃないってそうそう足踏縄で働いてるらしいあそうなんだって感じで。 今日はねペーパースキッパーを着てます。あの帽子見せないの？帽子。今日ねトレンドのバケットハットを着てます。かぶってます。白のね。うん真っ白。そうそう。妹に野球の審判の帽子みたいでバカにされて。ちょっと今日はもうかぶらない。どちらかというとゴルフやってそう。ちょっと何言ってるか分かんない。やめなさい。なるほど。初対面はまあみんないい人でって感じですね。まあ成功ということで。はい。 でも、輝輝君はね、初対面もそうですが、中身はもっとえげつないんで、どんどん聞きたいこと聞いちゃってくださいよ。えげつない子ですよ、本当に。あ、じゃあ、基本的な自己紹介を。していただけますか。自己紹介。お名前。あ、はい、はい、そうですね。えっと、じゃあ、自己紹介、まあ、名前が、えっと、輝輝っていうあだ名なんですけど、えっと、名前が輝也和樹。 なのでテルヤのテルと和樹の木でテルキって呼ばれてます。うんはい、で年はえっと二十二歳今年二十二歳になりましたはい。 歳歳そうそうそうででそううそそこねうんってなると思うんだけど今大学3年時なんですけど本当は亮太と同じええっっととに年では4年時なんだけどちょっと1年遅れて入学してるので3年時っていう形どだからタメ子なのねそう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 そっそう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 そていうのが。そう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 う で、まあ、そうかな。そうなんですよね。謎が解きました。そうです。はい、で、出身は、え、先ほども言った、うるま市の、えと、よかつっていうところ。あら。だっけ。そう、よかつ。そうなんですか。わかります。わかります。お友達がいます。あ、そうなんだ。そうそう、よかつっていうところ出身です。はい。あとは何が。あとは何、あの、じゃ、好きな人いますか。好きな人は。おい。すき野菜。出身地。なんか、り起こすとこがすごい。いきなり。ごめんなさい。すき野菜。今のところいないですね。あ、そうなんですね。まあ。 今がチャンスなんじゃないですか?うん。はい、みんな。はい <laughs>。すみません。<です> <laughs> <laughs> 個人的に知りたかっただけです。<laughs> なるほど。はい。まあ、大事なことですよね。はい,は,いは,いはい、はい,は,いはい、はい,は,いはい、はい、はい。 身長って何センチですか？身長はえっと168なんだよね。そうそうでかい方じゃないですか？いやいやいや。いやいや日本人の平均身長170なんですけど。あそうなんですかね。筋肉しか言わないでくださいね。本当に。そうそうだからあと頑張って2センチ高くしたいなと思って。なるほど。でも本当にアドレス帳にセノビックの電話番号入ってる。なんでセノビック？伸ばす気まんまない。まだ諦めてない。なるほど。まだ諦めてない。無理です僕は22歳なんで。 はい、<ー>サノビクとか言い出す前にとりあえずもう一曲流しておきましょうかとりあ<ー>、はい、まずこの現場が明るいので、はい、明るい曲にしましょうか、うん、では準備よろしいでしょうかでは「ミスター・チルドレンで「シーソーゲーム」 はい、引き続き先ほどからですね「教えてゲスト」コーナーで、はい、今週のゲストのてるきーさんのことを私が隅々まで聞いていこうという話ですがさっきはね第一印象も聞いていい人だっていう結論になって、うん、基本的な自己紹介もしてい,ていただいて、うん、はい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 続きましてちょっと深い 話をねしていきましょう,うん、うん、ということなのですが何聞こうかない話何を聞こうかなじゃあまずねどうしてこの1年遅れて沖縄へ入学したの,のでしょうか。 これちょっと話してしまうと結構ズーンってなるんですけど次行こう次次次次次次じゃあ僕質問していいですか僕が質問していいですかネパールの郷土料理が美いしいときネパールって交通手段とかどうなってるすか自転車マンテバイクなるほどなるほどテルキーはね行動力パーないんでや行動力パーないですだってそもそも毎日ネパールから沖縄まで通ってるだけで。 ね、全部そこに持って。すみません、ごめまあ、ね、本質の行動力の方を探ってあげてください。はい。まあ。そう、何してるんですかってところですね、今。今何してるんですか。でも、さっき。学科は一応、法経学科で、法律と経済を学んでいるっていうところですかね。はい。三年生で。今三年生で。はい。学んでます。 今やってる活動としてはさっきちょろって出てきてたんだけど「うん、あの国馬555プロジェクト」っていうこの沖縄大学の住所が那覇市国馬555番地っていうところで、うん、まあそこから名前を由来してるえっと団体が去年から発足したんだけど、うん、そうそうそう<ー>去年から発足し、まあ、えっと簡単に言ったらまあ生徒会みたいな感じでちょっと沖縄大学のイベントとかの企画運営っていうのが主な活動なんですけど、うん、まあそれの今えっと代表っていう形で今<お>はい勤めさせて もらってます。よ、代表。ありがとうございます。ありがとうございます。拍手がしつこい感じですかね。あ、そうなんですね。なんか、ま去年の沖大祭の実行委員長もされてましたが、この沖大国場555のチームでま作り上げてきた沖大祭ですよね。

疲れていらっしゃったそうねいろいろやってたからあの時期はね就活とエコシやってたからうん。大変でしたね大変でした確かにお疲れ様ですお疲れ様ですありがとうございますどうでしたかその時の沖代の 沖大大祭の感想は一応、うん、結果的には全然好評でとても成功だなと思うんですけどうん、うん、やっぱりその初めてその運営に携わったっていうところでやっぱ結構その不自由なところというかんかちょっとメンバー同士での連携が取れてなかったりだとかどういうふうにその沖縄大学の沖大祭っていうものを作って あげる付き合い上げていくのかっていうこのプロセスとかも全然わからない状態でやったので,で、ね、結構苦労は多かったかな苦労いっぱいありましたねそうそうそう,そう本当に一緒にやってたから。 そういった意味でも結構ねいろいろ相談乗ってもらったりもして共産班ねお金をもらいに行くんですよ営業しにやばかったねうんそう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 そとそう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 だから共産班もやりながら出店のこともやりながら就活もやりながらっていう形でやってもらってたからもう本当に多分大変だったと思うんだけどでもそう頑張ってくれたからね頑張りましたいやもう大成功だったと思いますそそそううう感にありがとうございます あのレーザービームでしたっけそうそうレーザーショーねレーザービームだとちょっと攻撃なっちゃうみたいね危ない危ないピュンズバッじゃあレーザーショーそうそうそうレーザーあれはネパールに効かぬごめんなさいおいおいおいいつまでやるみたいなそうそうそうレーザーショーもやって最後の締めで鳥でやったりとかいや感動しましたそういろいろ 新しい取り組みもやったので、良かったね。たかなそうそう。あれめっちゃ良かったね。良かったじゃん。さあ、者の株一面にさ、そうそうビーンっつってレーザー照射、ブーンってねそうそう曲に合わせて動いて、<laughs> 幻想的でしたあれは本当に。なんか去年の沖大祭で、うん、なんか沖縄大学の,の。うん ブランドが上がったというか、なんか人気が出た、うん、なんかきっかけでもあるのかなって思う。やっぱそれはすごい肌で感じるよね。去年ぐらいからすごい変わりだしたよね。北京大学。確かに確かに。でもやっぱり気がすごい。そうそうそう。でも本当になんかその俺も変わったなって実感はしてて、やっぱなんでかって言ったらその学生が主体になって動けてるっていうところが俺としては一番大きいのかなと思ってて、やっぱ今まではそのやっぱ職員だったりだとか、その学校大人の方たちが結構主体的に動いてくれてて、それに学生がの かるっっていう形だだたんけど去年からこの「国場555」っていうのが発足してどっちかっていうと学生が主体的に動いてそれに職員とか教員の方とかが協力してくれるっていう形になったんですうだから本当に学生が活発に動いてくれてる分結構その学生のリアルな大学生活だったりだとかそういったのが結構外部にうまく伝わってるのかなっていうところが今本当に肌を感じて思う。 なんか学生が勉強しに行くだけじゃなくて学校を楽しむみたいな感じのスタイルになったのが自分も感じたんで去年からありがとうございますいや感じるよねいや本当に感じるだいぶ感じる活気がすごい今そうそうだってこの前さ555の部室に先週か一緒にパッと入ったら「亮太さん亮太さんいや誰だよお前ら」みたいな「なんで知ってんねん名前」みたいな面白かったねうんそうなんです でもなんかうまくつながってきてるのかなと思っててやっぱりその国場555だけじゃなくて本当にこの沖大生がいろんな沖縄大学だけじゃなくていろんなところで活躍してるのが結構強いと思っててそれ間違いないねそうそうそうだから亮太もエンカレッジで頑張ってるしあと他にもそれぞれ沖大生が外部に出ていろいろ活躍しててそれがうまくなんかつながってるからなんか沖大のブランド力も向上できてるのかなってみんなが至る分野でね俺だったら就活の部分で代表をやってたりとかポンポンポンって みんなが枠からフレームから飛び出してやってる分ね「え沖縄だったんだ」みたいな僕も最近公演とかしに行くんですけど「え沖縄大学?」って龍大生に「そうなんですよ」ってうそうだから今まではなんかいたんだけど今まではなんか個別でなんかみんな頑張っててなんかどっちかっていうとつながってなくてそれぞれが古軍奮闘っていう感じだったんだけど今はでもつながってるからそれが全部沖縄のなんかそのそうそうそうよさに変わっていい 感じでいい環境ですよね。沖縄、ノリノリだよね。ノリノリですね。ノリノリでってる感じですね。マジで。はい、って感じかな。なんか後輩の方々も今力つけてきてるような感覚がありますが。そうだね。メディア研究会の辺東君とかもね、琉球フロックスでに行くシリコンバレーに行くとか言って今頑張って。そうなんだ。シリコンバレ。なんかあるんですよね。東京のベンチャー企業が開催してる。 未来の若者たちへ向けて、みたいな感じで、うん、シリコンバルにバーンって飛ばして、成長して帰ってこいみたいな感じでね。えー、今その研修中らしくて、ヒいヒいってよく相談を受けるんですが、<laughs> 頑張ってますよ。本当に。そう <laughs> ですか。メディア研究会ですよ。同期ですよ。ね、あ、また同期。あ、うん、すごい。あ、でも、年齢は。 今2年生か1個下になるのかうそ感じあの子もすごい行動力ですよねびっくりする本当に多い多いいいよね徐々に徐々に増えてるすっごいいい感じにもうその沖大メディア研究会の沖大黒馬555プロジェクトのボスもやってらっしゃるいやいやボスそもそもなんで沖大へ

泊り高校っていうところなんですよ。で、通信制課程っていうところ出身したんですけど、えっとそこのまあ指定校推薦の枠が残ってて、でそれでまあ受けてたまたま受かったので沖縄大学っていう感じだったんですよ。本当は沖縄国際大学の法律学科っていうところに行きたくて、あの自分警察官目指したので、そう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 だから警察官目指したくて、まあ法律系のべ勉強したいなっていうところで、まあ最初沖縄国狙ってたんですけど、まあ指定校枠があったので沖縄大学受けてで沖縄

あっ今はちょっといろいろやっぱ経験してそうそう何か違う違いない視野を広げれば夢も広がる大事なことですよはいちなみに今の目標は目標は正直具体的に 定まってはいいなんですけど将来自分で起業してみたいなっていう夢があって今ちょっとそれに向けてどういう形で起業するのかっていう今その手段というか目的この軸を今ずっと探してるところなのでちょっと社名考えようよ社名。 <お>そうそうそう、今あの国馬五五五プロジェクトと、あとこのメディア研究会っていうのと、もう一つちょっと自分で学生団体を持ってて。<お>あのホライズンっていう、うんうん、そうそうホライズンっていう、えっと水平線って意味があるんですけど。うんうん、そう、そういう一応今、このなんていうんですか、学生団体、今自分で、持ってて、今それの活動もしてるんですよ。なんで今、この沖縄大学の五五五と。 メディア研究会とあとはこのホライズンというこの3つが自分の今活動の3本柱になっててそそううだからできればそのホライズンでできれば将来自分の会社に持てたらなっていうふうに思ってますなるほどホライズンをどんどん進化させて成長させていって自分の会社にしていきたいって感じですできればいいなって思ってますはいなるほど目標も聞いてきたんでなでかいっすねでかいっすよ目標が大きければ大きいほどねうん ちょっとしみじみしてしししままいたがじみしじみししじじみみやめろよなんか今日ボケをうまく拾ってくれないごめんちょっと思いつかなかったっすでは一通り聞いてきたので一回 CM 挟んでまたてるきーさんのことをね掘り葉掘りいろんなことをいろんなところから聞いていきたいと思いますまた皆さん後ほどじゃね なんかプライベートのことも聞きたいしプライベートかプライベートか趣味とかどうです趣味いいんじゃないん <laughs> いいんじゃない <laughs> いいんじゃないいいサッカーでしょサッカーそうだよねうんあ共通点か 結構あるんですね。ゼミも、ゼミも一緒だもんね。サッカーとかも一緒にやっある。ゼミも一緒。そうそう、ちゼミっていう、ち先生のところで。俺四年ゼミトップで三年ゼミトップや。ねあら。すごい。一緒ツートップですね。ひろみは違うんですか。ひろみは違うよ。あ、そうなんだ。って感じか。フライベースか。 はい、FM 小座からうちの名前お届けしております。後半戦いくぜ。後半戦はですね。はい。テルキ君が僕責められたばっかで嫌ですとか言い出したので逆にねあのね交代。交代。うん。次はテルキが聞きたいことバーンって聞いちゃう番でいきましょうか。行きましょう。えっとじゃあはいありがとうございました。早い早い早い。一秒しか遅れない。質問もしないよ。嘘です。すいませんどうぞはい。じゃあそうだな。 じゃまそう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 でんか今結構エンカレッジに俺めっちゃ興味があって全然イベントには参加できてないんですけどエンカレッジをした理由とかんかちょっと熱い話聞きたいなみたいなめっちゃ熱いからこちゃらいけど熱い思いを持ってるから。

そここどうにかしたいなと思って,て、うん、この県外と県内のギャップみたいなところを知ってる俺にしか帰れないだろうと謎に思っちゃって、うん、謎の責任感が働いてよし立ち上げるっつって、うん、まあ就活する上で、まあ、企業の人からの案内とかさ、うん、あの講習も必要かもしれないけど、うん、学生同士のフラットな立場って絶対必要だよなって思って立ち上げた団体っていうのはあって、うん、やっぱそうだなやっぱ沖縄だからとかどうそ会沖縄大学だからっつって嘆くことって誰だってできるんですよね、うん、その嘆いたらそれで終わり。 って話なんですよ僕が言いたいのは嘆いてそれを解決するためにどうネクストアクションを起こすかっていう部分をしっかりサポートしてあげられたなと怖いんですよねやっぱ東京とか出てこの一1人で就活でその背中を優しく押してあげてそういう意味での支援っていう形をできたらいいなっていう思いを込めて立ち上げたんでただ今年の僕の目標はエンカレッジを通して、まあ、沖縄の可能性を信じて1人でも多くね自分の人生は自分が主人公だって認識して 満足キャリアを進むファーストキャリアを選択していただけたらいいなと思ってます。今週はこれで終わりです。<laughs> いまだ締めたい、締めないです、はい。すみません。なるほど、なるほど、なるほど。ああ、なんか去年、この沖大祭とかで一緒していく中で、ね、うん、ずっと同じこと言ってるわけよ。 沖大生だからみたいな,な結構沖大生ってやっぱりどうしてもあの沖縄国際大学とか同じ私立の学校に比べてやっぱりキャンパスの大きさだったりだとか生徒の数だったりだとかやっぱどうしても見劣りする部分があるからやっぱりねそこら辺の,そのまあ沖大コンプレックスっていうのかなあんまこういう言い方したくないけど持ってるやついるんですよね実はそう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 だからそういうの関係ないみたいなだから本当に就活とかも一人で東京とか行き来したりとかしててね最終的に自分でね就活のそのね何 アイテムだから本当に何かすごいなって俺は思ってて今では支援する、うん、そう去年か,からはずっと同じことを口だけじゃなくて実際に行動に移ってやってたから <laughs> 懐かしい、ね、懐かしいチャライだけじゃないんだなって。<laughs> うもうう少し言と 俺はちゃんととゴールを明確にしてたというか例えば3年生の時一緒に学祭やって555、うん、やったのは、うん、3年生のうちはまず沖縄大学にちょっと火つけたいなと思って一緒にやって4年生になったら沖縄に火つけられるぐらいだから俺着火剤になれたらいいなと思って活動していく上ででゴールを決めなきゃ 難しいんですよね、行動するのが。ゴールを決めれば、そのね、プロセスみたいなものを自分で考えて動けるんですよ。例えば、じゃあ、沖縄大学に火をつけたいって思ったら、じゃあ、沖縄大学の行事に参加すればいいんだ。何がある ?OK、g o g 学祭、よし、やっていこう。で、火きついて、よし、じゃあ次、沖縄だなってなった時に、その就労状況とかに目がいったから、その就活って視点でフォーカス当てて、そこに火つけられたらいいなと思って、自分でじゃあ、エンカレッジを立ち上げたらいいんだって。ゴールが明確だと、すごいプロセスが進みやすくなるんですよね。これ みそです。そこ癖がすごい。まあそういうことですね。自分の中でゴール決めて、それで一緒に仲間と一緒に頑張ってくれた。そう、仲間はすごい大事にしたほうがいいですね。学校生活。こうやってみんなが遊びに来て連絡くれるのもいっぱい仲間作ってきたからですし、就活中に。やっぱね、組織に勝る子はないと僕は思ってますから、大事ですね。学祭も555も仲間がいて初めて成立するもんですから。 そこはねお互い相互理解してたしねだからうまくいったんじゃないかなと思ってますいやもうチームワークもめっちゃいいっすよね大事ですねめちゃめちゃじゃあいいもんか次どうぞさっきねあっちで話したときにこのラジオ楽しいみたいなちょっと話してたさねでさっきなんかもなんかそういうのめっちゃ興味があるみたいなこと言ったんだけどなんかその鈴の夢みたいな そういう何でこのラジオやってるのかなっていうのがずっと気になっててごめんちょっと俺結構熱い話めっちゃ好きだからすずの夢教えてあげようか先にちょっと知りたいなと思ってすずの夢教えてあげようかんか死ぬまでカツ丼食いたいとか言ってたそう気のせいかあのラジオやったきっかけはまずんか去年の沖大祭で倉川さんに誘われて「 本当にやりたいかどうか自分で考えてやろうと思ったんですけど、うん、先ほど興味があるって言ったのは自分高校3年間ずっと劇団に所属してましてまあレジラジオに出たり、うん、劇したりまあやっててちょっと楽しかったんですよで大学に入ってその活動をすることを諦めてまき切って勉強に集中しようっていう形になりましてうまあそういう活動をやらなくなって、まあ、欲が出るじゃないですか。 自分のやりたいことなんで、うん、その時に何だろうやりたいことをやりやろうかなって思った時に、うん、ラジオの話をいただいてやった時にあやっぱ発信する力もあ<ー>まあこれはもう沖縄市全体なんですけど、うん、流れてるっていうのもあってもう責任感も感じますし、うん、まあ楽しいし今後も続けていきたいなって思ってるんですけど<ー>私は。 初代新聞記者になりたくて<ー> <laughs> ずっと高校3年の頃から思ってましてでそこから教師にもちょっと興味があり、まあ、新聞記者にも今後なっていきたいなって<ー>ちょっと目指してる部分はあります<ー>メディア系で沖縄を良くしようみたいな元気にしていきたいて。 水道研究講義だよ。です。一応最高ね。最高。いいねいいね。なるほどはい、まあ以上が理由ですが。ありがとうございます。はい、やありがとうございます。新聞記者ね。俺ら悪いことしたらすぐフォーカス当たる。あれ。黒川涼太みたいな。黒川涼太。不倫疑惑みたいな得意。やめてくれ。得意ってなんか俺が固い言うな。何をやっちゃうわ。フライデーかお前。フライデーの記者になるんかお前は。 いや私あくまでも沖縄を元気にしたくて地元の新聞記者に入りたいなって思ってるだけですなるほどね。いいですねいいねいいありがとうございますいいややありがとうございますいいですねなんかゲストの方から質問されるのは新鮮な感じがします誰がメインパーソナリティかわかんなくなって中田さん いや楽しい楽しい、うん、どうですか、うん、なんかこのラジオちょっと印象的な感じはあでもなんかやっぱいいよねこういう場っていうのはとってもいいなと思ってて<か>、うん、やっぱその何て言うのかな結構その学生からの視点ではないけどうん、うん、やっぱその大学生ってやっぱその音社会,社会人となんか学生のなんか間みたいなん大学生ならではのなんかトークというか、はい、やっぱそういったものって結構うんとってもなんか興味ある人もたくさんいると思うし。<laughs> そうですね間違いない日本一るいラジオ番組を歌ってるのではい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 っていうかねてるきはメディア研究会なんだからメディア研究会の番組なのでうね僕そろそろドローンしますのでかなりねうまく引き継いでいきながらそれに関してはもう今後ちょっと話していきましょうこねでも本当とにね僕ももう8月なっちゃいますじゃないですかなっちゃいますじゃないですかとか言ってるしね まあそれでもね、こんだけ後輩がいればね安心して引き継げますしみんなでうまくじゅんくりじゅんり回していけたらいいなと楽しみです今後ねパーソナリティとか増やしてさポン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 みんなで組み合わせ変えてやるのもすっごい面白いと思う多分ねなんかいろんな今週は何々ですみたいなそそううかもいいっすね、俺じゃあ半年に1回ぐらい出るから少ない 少ない。だよね。冗談冗談。そこなんで冗談なのにそこはまで捉える。本当にもう。今日スズちゃんちょっと不調なので。あいやいや。え不調なんですか。気づかなかった。気づかなかった。やれやれ。エンディング。はい。エンディングに行っちゃいます？そろそろもうエンディングの時間ですね。もうちょっと激しかったな。いやまた。この先も彼はどんどん。 出場してきますので。あそうですね。もう次回もまあ次はレギュラーとして来るかもしれない。うん。まあ何回でも来てください。はい。ありがとうございます。でも自分が何言うのもなんですが、過去の参加者はね、あの親川涼とか、あとタバ千住ちゃんとか、あとね、はい。沖縄のまあいろいろね。まあね基本的には沖縄の方々、沖縄大学をどんどん盛り上げていけたらいいなって感じで誘ってるので、ぜひね。 誰かこいつ出してやれよってやつがいたらぜひ紹介してください聞きませんが聞かないんかよ聞きます聞きますすみませんはい。っていう感じで今度もね今日はどうでしたかとても楽しかったですはい。小学生みたいな小学生の感想部の最後だよ思ってたより緊張せずにできたのでやっぱり2人のあのトークのセンスかなってトークのうまさかなと思いましたそれはどうもそれはどうも はいでは今週もはいお送りしていきましたがまた来週もありますよねクロちゃんさんあ来週ですね僕エンカレッツのプロジェクト合宿で福岡にいるんですよあマジでもうどうしようかなじゃあもう九州のね九州大学からじゃ一人？トルキーが来てくれますよはいや聞いてないけどまあね九州大学の方々からどん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 いっぱい情報を得て沖縄にそれを還元するために必死になってますのではい。 じゃ頑頑張張っってきててききください、ね、頑張ってきます、はい、<laughs> では今週もお送りしていきましたがうちの名前はいはいまた来週会いましょう皆さんクロちゃんとスルちゃんとルキでしたバイバーイ,バイ,バーイありがとうございましたシューネクさんグッバイ,バイ